あの小川のあたりすごかったな。あそこでキャンプしてもよかったんじゃないか。いや、車も近くに止めてあるし、帰ってちゃんとベッドで寝ましょう。ここで寝るのも最高なんだけどな。はあ、もう疲れた。ごめんね、どうしても見せたいものがあって。何度来てもいいな。ほらダニエル、おいで。お母さん、歩くの早すぎ。口より足を動かすの。そうすれば追い抜けるわ。ねえ、ちょっと見て、これぞ自然の芸術よ。すごい眺め、ほんと綺麗。それにすごく静か。聞こえるのは動物の鳴き声だけ。しー、ほら。え、嘘。運が良ければ聞こえるわ。あら、狼の遠吠えね。ハンターには気をつけた方がいいわ。ふん、ハンターの方こそスーパーウルフに気をつけな。お母さんはハイキングの達人だね。他にやることがないだけ。でも好きよ、ジョアンが一緒に来てくれるし。へえ、ジョアンがいればきっと楽しいね。まあのんびり派のジョアンは私が早すぎると怒るけど、大抵はだんだんいいペースに落ち着くかな。ジョアンとショーンは立ち止まって観察するタイプだよね。お母さんと僕はスピードタイプ。ええ、似てるわね、ダニエル。だから急ぎましょう。やっぱり気分転換に最高ね。ここはだな。僕も大好き。座りましょう。ねえ、二人と一緒に暮らせて嬉しく思ってる。ありがとう。あんたのこと知れてよかったよ。ここに住めてよかった。砂漠での暮らしを知れたし、思ったより楽しかった。ハイキングしたり星を数えたり。まるで冒険家ね。あなたたちとここに来られてよかった。私は幸せ者ね。あなたたちを心から愛してる。ここまで辛い道のりだったのも知ってる。だからメキシコで幸せになってね。あ、そのことだけど、もし来たければ一緒に来てもいいぜ、メキシコに。それいいね。ええ、二人が落ち着くまで見届けたい。できれば。でも伝えておきたいことがあるの。私たちはヘイブンポイントの件で追われてる。え、それ本当？町に出た時、新聞の記事を読んだの。私たちの大体の居場所は、くそ、捕まれてる。まあだよな、分かってたことだ。じゃあもう出るの？そうだな、明日だよ。
ねえ、そのバッグ取ってくれる？これを見せてあげたかった。独立記念日用に作ったんだけど、今やりましょう。おお、それ綺麗だよね。